こんばんは、6時のニュースをお伝えします。鹿児島市で6日、引っ越し業者の男性が謎の行動を取らされました。この日、男性は先輩と一緒に一軒の引っ越し作業をしていた模様。荷物を整理している最中、引っ越し主のキックボクシング用のミットを発見。男性はミットを捨てていいのか引っ越し主に尋ねると、捨てるので最後に使わせてほしいです、蹴ってくださいと、なぜか蹴りを要求されました。男性は困りながら先輩の方を見つめると、顎で行けと合図されたとのこと。その合図とともに男性は引っ越し主が構えるミットを蹴り始めました。何発か蹴り、もう大丈夫ですかと尋ねると、最後の別れなのでもっとくださいと言われ、しぶしぶ蹴りを再開。計91発蹴り終えたところで満足したそうで、ありがとうございましたと感謝を告げられ、ミット打ちは終了。その後、男性が引っ越し作業どころではなくなったのは言うまでもありません。続いてのニュースです。丸亀市で20日、お風呂に入っていた男性が肩を脱臼してしまい、大騒ぎになりました。この日、男性は仕事を終え帰宅し、すぐさまお風呂に入り、シャンプーで頭を洗っていると、両肩からゴキゴキと音が聞こえたとのこと。男性はあろうことかシャンプーをしている最中に、両肩を脱臼してしまったのです。すぐさま頭を洗い流そうとしましたが、シャワーをかけている位置が低く、両肩も脱臼しているため、洗い流すことができない状況。なんとか肩を戻そうと試みますが、どうやっても戻る気配がありません。助けを呼ぶしかないと考え、裸のまま自分の部屋にたどり着き、手が使えなかったため、シリで119番通報。7分後、救急隊が到着し、玄関を開けると、隊員の目が点に。それもそのはず、目の前には、頭が泡だらけで、全裸の男が立っているのです。家に入るなり隊員がすぐさま服を持ってきて、全裸の男性にパンツから履かせてあげるという、なんとも滑稽な予行光景光景。全裸の男性にパンツから履かせてあげるというなんとも滑稽なやりとり。その後、隊員により肩は戻ったそうですが、調べによりますと、男性は肩よりも時を戻したいよと語っていたとのこと。これはちょっと隊員がパンツから剥がしたって、これも一生残る恥ずかしい出来事ですね。すいません。何これが以上。